はい、どうもこんにちは、たくみ TV です。はい、ということで始まりました。日本選手権まであと7日。もうここまで来たらね、あとは体調整えてできる練習もね、限られてくるので、当日をイメージしながら残りの日々を過ごしていこうと思います。これ何の T シャツって思った人は概要欄から、概要欄の URL チェックしてください。最近猫関連でやってみたいなっていう動画があって、猫を壁に押し付けて手ついたら賢くて、手つかなかったらその賢くないみたい。うち猫が2匹いるんでやってみたいなと思って、最後の方にね、その猫の動画を載せておくので、ぜひ最後までご覧ください。最近あった嬉しかったことは、チームのマネージャーさんの持ってたクリアファイルがいいなって思ったんで、それなんかいいですねって言ったらもらいました。こちらです。お魚の絵がいっぱい描いてあるクリアファイルです。裏もびっしり。うわ、そんな感じです。匠トピックいきますか。次、匠トピック。今日のトピックはですね、208本を田母神選手と行いました。でその練習の様子はまたツーラップスのミドルディスタンスチャンネルの方で上がると思います。細かい方はそちらを見ていただければと思います。なんで練習自体は一部をご覧いただく形になります。であとですね、人の苦しむ姿って面白いよねっていうことで、僕が田母神選手に補強でね、腹筋とかでいじめられてる様子、僕がどういう扱いを受けているかっていうのをご覧いただいて、まあ、どう思うかコメント欄で皆さん意見を聞かせてください。どうぞ。今からメディシン腹筋をやります。村島さんにいじめられたのでいじめ返してみたいと思います。はい、それではやっていきます。ショー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 始まる前からいじめた。強くなってるよ。横です。横です。強い強い。うわ、やばいね。それは意地悪だ。いや、耐えた耐えた。投げ方。ありました。疲れ。はい、いかがだったでしょうか。まあでも強くなるためには必要なことなのでね、
すごい愛されてます、愛を感じます。本当はすごい優しくて面白い人たちなので本当に癒されてないです、癒されてないですけど、こんな感じでね日頃練習してます。構ってもらえない日は淡々とこなしておりますって感じですね。はい、お待たせしました。それでは猫さんの動画がこちらになります、どうぞ。クイちゃんとトットはどこ？問題のトットくんです。かしこ猫クーちゃんです。占領されてしまいましたね。あー、はい、というね感じでした。はい、かわいいですね、かわいい、個性があっていいよね。はい、以上です。それでは皆さん明日も素敵な一日を過ごしてください。カタバナイスデイ。